そろそろ12時だわ。ところでウェンディはまだか？シャルルと一緒のはずだし、迷子になるとは思えないんだけど。もうすぐ12時か。あんな小さい子がこんな夜遅くまで。夜更かし、悪友、不良。ああ、どうしよう。小説書きはみんなこういう想像力なのか。よう、差し入れに来たぜ。いよいよ明日だね。エルフマン、リサーナ。山ごもりから戻ってたのか。かなり力をつけたつもりだったのに、先行から外れるとは。なあ、俺も出て。リサーナ。大魔塔演舞にお集まりのギルドの皆さん、おはようございます。これより参加チーム113を8つに絞るための予選を開始します。予選だと？聞いてないぞ。 113？ あれ、フィオーレ中のギルドの数にしては多すぎるような。予選ならば事前に通達しておけばよいものを。不可解な段取り、多すぎるギルド、謎の魔力。怪しむべきは主催者側か。毎年参加ギルドが増えて内容が薄くなってるとの指摘をいただき、今年は本戦を8チームのみで行うことになりました。予選のルールは簡単。これから皆さんには競争をしてもらいます。ゴールは本戦会場ドムスフラウ、先着8チームの本戦出場となります。魔法の使用は自由、制限はありません。早くゴールした上位8チームのみ予選突破となります。ただし5人全員揃ってゴールしないと失格。それと迷宮で命を落としても責任は取りませんので。大魔塔演舞予選、スカイラビリンス開始。競争っつうなら急がねえとな。待て、ゴールの規定が5人揃ってだぞ。ウェンディー、ウェンディー。ウェンディーがいなくても男がここにいる。メン、仕方ねえか。ウェンディーを待ってる時間もなさそうだし。頼むぞエリフマン。任せておけ。チームフェアリーテイル、行くぞ。
斬られたいものからかかってこい。またけて。行くぞ。ワルト、ピカホール。行くぞ。天輪の鎧。アクレスオーダム。大撃破。メイクアイスゲイザー。どうしたよ、こんなもんか。スカイラビリンスはそれ自体が回転する複雑な迷路だったけど、私たちが力を合わせれば楽勝。あっという間に踏破した。おめでとうございます。予選通過決定です。よし。そりゃそうだろう、すっげえ順調だったし。もしかして私たち1位？いいえ、8位です。ギリギリ通過です。え、まあ予選通過できたんだし、本戦頑張ればいいよね。ああ、明日から本戦。燃えてきた。あとはウェンディが宿に戻っていれば万事 OK と思ってたけど、事態はそんなに簡単じゃなかったんだ。実っておる、熟した果実が実っておる。今年こそ完成するかもしれんな。待っているがよい、ゼレフ卿。守備はいかがですか、アルカディオス。は、姫。ついに我らの宿願が叶うのですね。世界を変える扉、エクリプス。すべて姫の御心のままに。あとはこう。ヨシナに、あなたを信じていますから。よし。何？もう！ああ！ああ！
何？ちょっ！帰ってきたか。それは…ああ、行き先は…ここにするか。さて、次は…帰ってきたか。お前の目にはどう見えている？こんな感じか。どこに行こうか。ここに行くぞ。注意して進め。よっと。よっと。よっと。やれやれ、お出ましか。痛いわよ。さて、アイスメイク、アイスゲイザー感想ユニティソード。どこに行こうか。ここに行くぞ。注意して進め。
よっしゃ、行っちゃいくか。さて、アイスメイク、アイスゲイザー、楽勝だぜ。よっと、よし、切られたいものからかかってこい。扉スコーピオン、サンドバスター、と加速ミニティーソード、やカリーのゼッカー、たあいもない。どこに行こうか。ここに行くぞ。注意して進め。よっと。よっと、よし、やれやれ、お出ましか。よし、痛いわよ。アイスメイク、アイスゲイザー、カスト、ミニティーソード、カリーのゼッカーン、ルーシーキリーズ、なかなかやるでしょ。帰ってきたな。What?
頑張っておるの。行くぞ。よし。いよいよ大魔党演武の本戦が始まるぞ。試合は山に築かれた闘技場ドムスフラウにて行われる。時間的にそろそろ行かねえとまずいか。けどウェンディがまだ見つからねえ。ナイツー大変だよ。ウェンディが。ウェンディ茂みの近くで倒れていたの。外傷はないみたいだけど。ナツさん。ウェンディ無事か。何があった。すみません、よく思い出せない。魔力欠乏症ね。一度に大量の魔力を失ったために全身の筋力が低下してる。みんなごめん。せっかく修行したのに私出られなくて。この大会の中にウェンディを傷つけた犯人がいるのか。まだ何とも言えないけど、その可能性はあると思う。俺たちの戦力低下を狙ったのか、それとも。今はやるしかない。ウェンディの分まで私たちが頑張るんだ。よし。そうだな、ギルドが発表になるわ。さあ、参加チームの発表だ。名前に反した荒くれ集団フェアリーテイル。大陸中を騒がせた天狼軍の機関によりフィオーレ1となるか。気にするなルーシー、仲間の声援があればそれだけでいい。フレーフレーフェアリーテイル。うん、てかずっと天狼島にいるのに言わないんですよ。
初代が見守ってくれるとは心強いな。幽霊だけどな。さあ続いては予選7位、地獄の猟犬軍団、クワトロ・ケルベロス。6位は女性だけのギルト、大海原のマイキメ、マーメイドヒール。5位は漆黒にきらめく青き翼、ブルーペガサス。4位、愛と戦いの女神、聖なる破壊者、ラミアスケール。続いて3位、これは意外、初出場ギルドだ、真夜中遊撃隊、レイブンテイル。レイブンテイルだ。これはマスターの息子、イワンのギルド。闇ギルドじゃ。こんなのが大魔党演武に参加してよいのか。おお。最近正規ギルドに認可されてたみたい。イワンめ、ふざけよって。どんな手を使って。お前らウェンディは許さねえぞ。残り2チーム、セイバーテスト、あと何だろう。まだ強いギルドが隠れてやがった。ジェラールの言っていた魔力と関係あるのか。さあ予選2チームの発表だ。おっとこれは意外、落ちた羽の羽ばたく鍵となるのか。まさか、まさかのフェアリーテイル B チームだ。なに？姉ちゃん、ガジル、ジュミオ、ラクサスとか反則でしょ。つーか、なんでミス。まさかお前、ジェラール。マジか。今回からのルール改正により、各ギルドは2チームまで参加できるようになっています。そっか、だから参加チームの数が多かった。冗談じゃねえ。たとえ同じギルドだろうが、勝負は全力、手加減はなしだ。別チームとして出場したからには敵負けねえぞ、この野郎。望むところだよ、予選8位のチームさん。ガジルはだいぶ力をつけてきたぞ。ナイツだって負けないよ。それにしても B チームすげえ強そうだな。さあいよいよ予選突破チームも残すとこあと1つ。最強天下無敵、これが絶対王子や、セイバートゥースだ。出てきたか。楽しもうぜ、夏さん。何ガンタラてんだこら。ガジル、あれがフィオーレ最強のギルドか。絶対負けるな、ナイツ。ガジル頑張ってください。あの客席にいるの、エクシードだ。